こんにちは、ハワイ島コナです。今日はですね、こちら、カハルビーチパークに来てございます。カハルビーチパークね、この自然保護、サンゴちゃんの保護に非常に力を入れてるんですよね。浮いてねって、 float don't stand、 立たないで浮いてくださいって。あとね、あのリーフフレンドリーな、サンスクリーン、日焼け止め、そういったものをぜひ使ってくださいと。カハルビーチでございます。ね、そこここにね、あのリーフに優しいサンスクリーンにしてくださいと。ミネラルのやつがいいんですよね。こちらが駐車場でございます。こんな感じでね、カハルベニュー、あのボランティアの方で、まあ、ちょっと環境保護活動されてる方がたくさんいます。でね、最近なんですけれども、実はここのカハルの駐車場が、有料になったんですよ。以前は無料だったんですけれども、現在こちらの駐車場は、有料になってございます。駐車場があってね、ここがあのアリードライブから駐車場の入り口になるんですけれども、あの火曜日とね、木曜日には日本人の方もここで、働いてらっしゃいます。ここトイレがあるんですけれども、このアロハのサインね。でその横に、ガードタワーがあって、ここの小屋に来てください。火曜と木曜は日本人の方も、います。で、あ、安子さん持ってかないでここにね、看板があるんです。ちょっと見てみましょう。駐車場は有料なんです。これね、日本の携帯だとこれできないらしいんで、こちらのね、今申しましたこの小屋にぜひ、来てください。4時間止められます。4時間で、12ドルですね。はい。でそのお金はどこに行くのかというと、誰かの収入になるわけではなくて、このカハルの自然保護に 100% 使われます。波乗りしようかと思ってたんですけど、ちょっと炸裂してるんですよね。すごい人です。炸裂ってあの人じゃなくて、波がすごいんですよ。北寄りのうねりが入ってきて、あとね、観光客も炸裂してます。ものすごい数の人です。もうね、駐車場が満車の満車の満車の満車で、すっごい入れないんですよね。すごいにぎわってます。もうね、見渡す限りそこら中にすごい人だらけです。あの今日は29日の木曜日にこれ撮影してるんですけど、アメリカのね、観光地でもあるんで、メインランドから、冬休みで結構クリスマス以降観光の方がとても増えてございます。今潮が引いてるのでね、とっても綺麗です。ここ岩がかなりね、見えてます。あの先がね、サーフポイントなんですけど、ものすごい炸裂してます。あのカハルはね、このサンゴの保護にすごく力を入れてて、年に1回あのコーラルスポーンといって、あの1週間ほどね、完全にビーチパークをクローズして、サンゴの保護活動をしています。新しいサンゴさんが育ってるから足をつかないでねとかね、看板が出てます。ここ本当にあのシュノーケリングの動画を以前アップしたんですけど、ちょっとまた概要欄にその動画、リンク貼っておきますね。シュノーケリングには最高です。あとね、駐車場も広いので、あのビーチパークとしてもとても人気があります。タウンの中心にあるのでアクセスもしやすいですよね。あんな感じでね、もちろんまあ水なんですけれども、シャワーがあちこちにあります。いや、もう所狭しと人がいますね。
こっちの方が、まあ、シュノーケリングポイントというか、サーフポイントと別になってるんですね。ちょっと向こうの方まで行ってみましょう。こちらがね、アリードライブです。もうね、アリードライブ沿いにありますので、非常にアクセスがしやすいビーチかなと思います。あっちの方が駐車場が奥にあって、こちら側がシュノーケリングポイントです。で、あっち側がねサーフポイントなんですね。ちょっとあっちの方まで行ってみます。っていうかね、こっち側の方普段こんなに人いないんですけど、こんなところまでパラソルとかビーチチェアとか見たことないです。すごい人だな。ちょっと歩いてみてきます。はい、時々今日のビーチ動画で、この角度から撮影してるんですが、あそこ見えてるのがアリードライブです。この建物もねトイレなんですよね。今潮が引いてるので結構ゴリゴリ。あと黄色いお魚さんいっぱい見えますね。すっごい見えますよね、黄色いの。この波打ち際がね結構ご覧の通り岩があるんで、危ないです。あの辺りにいる人たちは、まあ、砂のところ岩に触らないように入ってると思うんですけど、決してめちゃくちゃ安全なビーチというわけではないんですよね。たくさんサーフレッスンやってます。ご覧の通りにインサイドはね結構うねりが吸収されて波はちっちゃくなるので、ただ沖でやばい波が炸裂してます。これ全部サーフレッスンですね。一回ブレイクした波なので、まあ、パワーも弱くて、あの辺りだとそんなに危なくないですね。ただサーフィン体験される方は必ずというか、経験のない方はハワイ島コナはあまりビギナーフレンドリーではないので、インストラクターのレッスンに疲れてください。ぜひ。あちらがアリードライブと、ずっと向こうが、シュノーケリングポイント、そしてこちらがサーフポイントでございます。はい、やばい波がブレイクしてますね。遠くでブレイクしてるあれです。夫さんさっき洗濯機の中にいるみたいだったって言ってました。というわけで、今ですねカハルービーチの様子をお届けしてございます。今のねサーフブレイクの方の手前のところ、ここにもね、ここがこんなだよ、あそこがあんなだよっていう、昔王朝時代にね、王様がこれをやっていたところ、あれをやっていたところみたいな感じでいろいろ史跡になってるんですね。はい、というわけで、今日はこちらのカハルービーチパークからお届けいたしました。非常に自然保護、サンゴの保護に、力を入れています。コミュニティ全体で取り組んでいます。駐車場がねちょっと有料化した件についてもあまり知られていないようなので、ぜひ日本からご旅行でいらした方も、ご理解いただけたらと思います。というわけで、大変人でにぎわっている、ハワイ島コナの中心部にございますカハルービーチパークの様子でございました。それでは皆様、良い一日をお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。アロハ。